普段慣れ親しんだ街で生活してると思うのですが、それを6000フィートから真俯瞰で見るということによって、フォーカスが変わる、視点が変わる、それが空撮の醍醐味だと思いますね。あと、日没から10分後、その後の5分間だけ、本当に空飛んでるとブルーに見える瞬間があるんですが、その瞬間に空を飛んで作品を残せるっていうのが航空写真の楽しみだと思います。2ヶ月前から飛行プラン立てて計画立てたんですが、ちょうど僕が飛べるっていう時のオリンピックに重なってしまい、機体がやっぱり日本中から全部東京の撮影オリンピックに使用されるので機体がなかったですね。今回やっぱ風がやっぱ強くて、やっぱ機体ももう縦揺れも横揺れももうすごかったので、ちょっとやっぱりピンポイントで天の上に飛ばすっていうのがなかなか難しかったですね。7500フィートまで上げた時にちょうど日没から10分後からの5分間で綺麗なブルーになる瞬間にちょうどそこに入っていけたっていうのは自分の中では感動でしたね。こんなに綺麗な街っていうのはちょっとなかなか見たことないですね。気象っていうのはヘリコプターの真下が見えてないので、やっぱり真正面のこのポイントこのポイントっていうのを計算しながら、だいたいこの辺じゃないかっていう感覚でやっぱりそのポイントに入っていくんですが、ヘリコプター自体バンク風もあるんでバンクがかかってるんで、機長は真上を飛んでると思っても僕らはやっぱりなかなか真下を見ることが難しいんですね。自分が天の上に入っていくってことをやはり機長には理解してもらいたいですね。今回飛んだ朝日光洋さんにはその点を理解して機体を持っていく機長がやっぱり多いですね。日没後10分後ぐらいからの5分間が本当にブルーに変わる瞬間があるんですが、その瞬間に自分の狙ってるポイントにヘリを持っていって撮る。1回のフライトで自分が狙ってる写真が1枚撮れればいいと思ってます。単焦点の方が自分の作品を狙いやすいっていうのはありますね。自分が撮りたい作品のフレーミングが決まってるんで、高さを決めてポイントを決めればズームレンズは必要ないと思います。ちょっとやっぱ暗いんで上空上がって夜景を撮るとなるとやっぱり使いにくいところはありますね。国によって航空法も違うんでいろんなルールがあると思うんですが、やはり空港の上を飛ぶのはかなり難易度も高いですし、許可も出ない場所の方が多いですね。曲線で構成されている都市の場合、モニュメント的な建物をまず見つけ、その後軸線となる構図を考え、それを構成してフレーミングを作っていくのが楽しいですね。実は高所恐怖症なんですよね。毎回飛んでるのは怖いですね。一度羽田空港を飛んだ時にもう風が強くて縦揺れ横揺れはあるんですけど、いきなりポーンと50メーターぐらい機体が流された時はさすがに生きた心地しなかったですね。やっぱ上空7000フィート8000フィート上がると酸素もやっぱ薄くなってくるので、やっぱ正確に冷静に判断できないことがやっぱり多いんですよね。そんな中でストイックに自分が正しいなと思う露出をカメラに入れ続けていくっていうのはなかなか難しいですよね。クロアチアとか綺麗な街並みなので作品を作ってみたいと思いますね。2010年に撮影した羽田ですね。やはり空港上空ってやっぱり
航空管制でなかなか許可が下りないので、世界中の都市の空港は取ってみたいなと思います。